突然すぎました。嬉しい気持ちもあり、しかし悲しい気持ちもあり、前田選手の海外移籍が発表されました。契約更改の写真が載ってましたけどね、もう向こうにいるんですね。来年6月30日までオランダのユトレヒトにレンタル移籍。ユトレヒト、昔ね藤田俊哉選手が所属してたチームですね。公式での発表はありませんでしたが、買取オプション付きという一部報道もありました。グランパスとしてはシャビエル選手に次ぎ、また攻めの格がいなくなるという大打撃ですが、オランダで成功して半年後、いや数年後、グランパスに戻ってきてください。プレースタイル的にね通用しそうですけどね。そしてパラグアイの世代別代表経験もある松岡選手もチームを離れることに。外国人枠の関係もあってか、グランパスでは試合に出ることはできませんでしたが、完全移籍となった福山シティでの爆発を期待しております。さらに三井選手が沼津へ育成型のレンタル、ちょうど入れ替わる形で同じユース出身ゴールキーパーの東選手がグランパス復帰となりました。お別れのニュースばかりでね、新加入の発表が全くなく、噂レベルのものばかりです。以前に話した瀬古選手、上条選手、西村選手はどうやらグラには来ないようで、本当に狙っていたのか、スポーツ紙にグランパスという名前を出されただけなのか。西村選手ね、見たかったんですけどね、他チームへの移籍が発表されてしまいました。この3人以外にも鹿島のレオシルバ選手、鳥栖の酒井選手も獲得の報道が出ております。レオシルバ選手、過去に狙ってたっぽいですけどね、今はどうなんでしょうね。木本選手に移籍の噂が出ているんで、ボランチの入れ替わりということならば合点がいきます。展開力はねリーグ屈指の選手なんで、来てくれたら楽しみですね。そして酒井選手、この選手にはね今季2試合ともスーパーゴール決められてますからね、正直期待せずにはいられません。でもねこの2選手とも報道が出ているのがスポニチさんだけなので、実際のところどうなんですかね。